ほぼ道ほぼ道とは、愛知県岡崎市岡町から同志ほぼ町方面に至る道路の通称名である。近世に、東海道の丘で太平橋の南岸より分岐しほぼへ、通じた道で、現在でも自動車が通行できる程度の道が残されている。起点直後に、現代の国道1号により道筋が分断されているが、太平橋の下を潜って、これを通り抜けることができ。 岡町西側交差点まで進む。同交差点で道路の通称名、ほぼ道の標識がある指導を進む。男川三尺久大根源を横目に、東へ、道なりに進みほぼに入る。ほぼに入ると常野灯があり、この付近の交差点で大通りに合流し、三倉橋を渡って八千川沿いを行く。ほぼ道は、ほぼからさらに北京に伸び、愛知県道二十四号、木平交差線に、 合流して、南東方向へ進み、途中急道を通りながらも、名鉄名古屋本線名連山十駅方面へ行くと、再び、舞駅で、東海道と合流する。ほぼ道は単に東海道から、ほぼの集落へ行く道であっただけではなく、池金で北へ分岐して、桜井寺へたどる、信仰の道でもあった。この場合の道筋を、桜井寺道と呼んでいる。 東海道との分岐点である丘の太平橋付近の道端に桜井寺の文字が刻まれた道標を兼ねた地蔵菩薩がある。ほぼから木平へ抜けるまでの道は平坦ではなく、樹木に囲まれた狭い山道を通る。男川沿いを東へ進むとよもぎウの手前で桜井寺の方向を示す石碑がある。道なりに進むと桜井寺への入り口があり、ここから坂を登って桜井寺に至る。 ありがとうございます。